その膝が痛い方の膝をじゃあどこ痛いか触ると全部筋肉が痛いだけなんです。なんですよ。まあ靭帯切れたりすれば別ですよってちょっと書いてありますけどね。うん、普通はそういうことないです。今ここ痛い。はい、この腸骨を触ると、うん、これ腱の部分がかなり痛い。筋肉柔らかい時って筋肉が厚かろうが何しような触ると骨が触れるんです。例えば肩こりも同じなんですけど、肩こりはね肩筋肉緊張してるから肩こりなんですけど、これ肩 やるだけだったら肩こりなくなるんですよね。肩やってもただこれでやっぱり治らないで、誰もほとんどの人は治療家とか医者を信用してませんから、言い方変ですけど、どこ行っても治らないから、ね、じゃあ体験してみればってやるときに、このピンポイントだけ今ここ痛いっていうから、ピンポイントにまあ指当てて筋肉動かせばいいんで、ちょっと力入れて肩上げて